ドビンはアメリカ海軍の駆逐艦母艦。艦名は1853年から1857年までアメリカ合衆国海軍長官を務めたジェームズ・コクラン・ドビンにちなむ。フィラデルフィア海軍交渉で建造。1921年5月5日浸水。1924年7月23日収益。1941年7月ドビン艦長であった。 トーマス・キャロウェラ・ティモア・チューサが、アイエアの丘で、行方不明になり、遺体も発見されなかった。1941年12月7日の真珠湾攻撃の際、ドビンは、ホード島の北東に5隻の駆逐艦、フェルプス、マクドノー、ウォーデン、デューイ、ハルと共に停泊していた。戦艦が大損害を受けると、日本軍機は他の目標を探し、長気が掲げられているのを見た気が、 ドビン爆撃を試みたがドビンは破片による被害を受けたのみであった。ドビンの小型艇は生存者の救助や負傷者の騎士への輸送に当たった。ドビンは1942年5月までハワイ水域にあり、それからシドニーに送られ1942年5月31日の日本軍の特殊戦航艇,艇によるシドニー航攻撃の際も港内にいた。 1943年6月25日に、ブリスベン、マッカイ、タウンズビル、クリーブランド湾に送られ、1943年9月30日に、ミルーン湾に着いた。ドビンは1945年2月14日まで、ニューギニア周辺に留まり、それからアメリカに戻って1946年9月27日に、退役した。ありがとうございます。